28メートル先にある的を矢で射る弓道。凛とした佇まいで弓を引くのは聖カタリナ学園高校3年宮崎光選手です。来月北海道で開かれるインターハイに個人戦の代表として出場します。試合ができるのことも楽しみですけど、飛行機乗ったり美味しいもの食べたいですよ、北海道って。自然体で全国大会への準備を進めています。中学時代は茶道部でしたが、入学する前から弓道に興味があったといいます。 YouTube で流れてきてちらっと見てみたんですけど、袴姿とか弾いてる姿とかがかっこよくて。聖カタリナ学園弓道部は現在15人で活動。ほとんどが入学してから競技を始める中、2年前には全国選抜大会の団体戦で初出場初優勝を成し遂げました。そのメンバーに当時1年生だった宮崎選手が抜擢されたのです。その時にはそんなに高い的中があったわけではないんですけど、練習量があったりとか将来性を見越して、控えとして1年生で臨んだ全国選抜での経験は宮崎選手の大きな財産となりました。その経験を糧に日々の練習に真摯に取り組み、2年生の時には全国選抜個人戦に出場、見事3位入賞を果たしました。全国って行かせてもらうんじゃなくて自分でも行けるんだって思ったところから、より一層スイッチが入って努力することができたのかなと個人的には思ってます。今動いたの分かる？分かんない。今なんか会入った後いいなって思ったところから少し緩むような動きがあって、結局そこで自分が当てようとするよね。国体選手として現役で競技を続けている伊藤監督は、弓道は自分が外さなかったら負けない競技と表現します。いかに平常心で弓を引くか、どんな時も崩れない自分の射形を求めて宮崎選手は日々努力を重ねてきました。よく先生が試合で当たるようにするには日頃の行いとかが一つ一つそれも全部大事になってくるよって言ってて、たまに抜けてるところがあって、先生がその時にいいかそれで。なんかするためにこれでいいかな、これでよかったかな、ああしてよかったかなって考えるようになってきて、常に自分自身に問いかけ弓道に打ち込んできた高校生活、その集大成としてインターハイに臨みます。目標はやっぱ優勝じゃないですか。応援してくれてる人たちに感謝の気持ちを伝えれるように悔いの残らない試合にしたいです。自然体の宮崎選手は感謝の気持ちを胸に北海道へ向かいます。なんか話し方は控えめなのかなという感じはしましたけれども、それも自然体で、あとは積極性も武器だなと。そうですね、1年生2年生と頑張ってきて最後のインターハイを期待したいですね。己と戦って優勝を手にしてもらいたいです。